はい、皆さんこんにちは。今回はマーベルレジェンドのスパイダーマンからシミュートスパイダーマンを紹介したいと思います。まあブラックスパイダーマンですね。はい、今回は素体が新しくなってるみたいなので、なんか稼働も結構グイグイ動くみたいですね。はい、ちょっと開けてみたいと思います。はい、取り出してみました。パーツはこの開き手ですね、左右ですね。はい、でこれがウェブを出してる手ですね。なんかいつもより少し指が長いような気がするけど、どうでしょうかね。いつもと一緒ですかね。はい、で本体には握り手でついてますね。はい、とまず首は、そうですね、これはこの軸になって、この上にこう切れ目が入ってるんで、いつもより結構上を向けるような感じですかね。はい、こんな感じですね。もうちょっと向くのかな。下がこんな感じですね。はい、腕はこの肩にも可動がついてる感じですね。はい、でこれも一応、そうですね、二重関節、これはピンが出てますね。なんか新しいやつなんで全部ピンレスになっていくかと思ったら、そういうことでもないんですね。はい、はい、じゃ胴体の方がですね、グリグリ軸になっててこう動く感じですね。かなりこれだけでもすごく動きますね。でさらにこのお腹のところにも入ってるんで、こうかなり下を向けますね。後ろもかなり反れますね。はい、スパイダーマンっぽいこうダイナミックなポーズがつけられそうですね。はい、で今度は足の方なんですけども、あ、今回ここのところが少しずれれるようになってますね。かなりこう前に寄せることができますね。かなりここの股関節のところは新しいですね。はい、あとここの太もものロールですね。で膝の二重関節と、あとここにもロールがあります。で足はいつもの感じですかね。はい、スパイダーマンは結構干渉するものが少ないんで、結構いろいろ動かしそうですね。スタイルも結構細身でかっこいいですね。結構、はい、かなりこう横のこう足もこのぐらいまでポーズつけられますね。これで立てますね。かなりグリグリ動かせるの、こうポージングの幅がすごく広がるような気がしますね。手を変えてみたいと思います。
かなりこうポジション決まりますね、これかっこいいですね。股関節がだけなんかすごく可動が広いような気がしますね。また黒い色も結構かっこいいですよね、これ。こうスタンドとかあったらこう空中でこう、こう飾ってもいいかもしれないですね。はい。しかもこう床パンポーズも余裕でできますね、これだったら。かなりこうスパイダーマンっぽいポーズをいっぱいつけれそうな感じですね。はい。ちょっとあのポージングとか他のフィギュアとちょっと絡めたりしてみたいと思います。